はいどうも、エムケツのまちでございます。というわけで、先日の日向坂で会いましょう、その中で発表がありましたね。日向坂46サードシングルのフォーメーションが決定いたしました。はい、というわけでフォーメーションこんな感じになっております。はい、というわけで今回もセンターは小坂奈緒さん、小坂奈でございます。まあね、欅も日向坂もセンターは固定で行きたい感じなのかな、今のところは、というふうに思いますけどね。まあちょっとね、なんだろう、センターの負担っていうところを考えるとね、違うこのセンターもありなんじゃないかなというふうにはね、欅坂含めていつも感じることではあるんですけどね。ただね、小坂奈センターもやっぱりね、こうビジュアルもそうですけど、存在感もセンターらしいというかね、まあそういった意味では、最強かなというふうに思うんでね、これはこれでもちろんありかなというふうに思います。まあ4枚目以降はね、センター変えるのもありかなというふうには個人的には思いますけどね。もしくはダブルセンターとかね、ダブルセンターなら加藤志保さんと斉藤京子さんなんていうのもいいのかなというふうに思いますけども、まあそういうのもね、今後やってくれたらいいなというふうにはね、個人的に思うところではあるんですけどね。というわけで、今回のフォーメーションなんですけど、まあ、前回までと違ってね、だいぶ配置が違うっていうところですけど、ここはなんだろう、攻めてきたなというふうに感じたというかね、特にフロント3人ですからね、ここはね、だいぶ変えてきたなっていうふうに思いますけど、ただね、こうやって見てるとものすごくバランスの取れたフォーメーションなのかなというふうにも感じますよね。でね、予想外だったのが、前回のフロント、ニブちゃんと川田さん、今回3列目なんですよね。これはね、一番驚いたというかね。まあ、ただね、これ真ん中に上村ひなのさんいますけども、この3人が後ろにいるのにもちょっと意味があるのかなというふうに思っていて、まあ、ここ最近注目されてる3人っていうところでもあるんですけども、まあ、フォーメーション的にね、楽曲のこう、中で、こうその3人がこう前に出てくるような場面があるのかなと予想ができるというかね、そういうふうに思うので、まあ、この3人後ろ3列目ですけど、多分どっかのタイミングでこうね、フォーメーションの移動の時とかね、歌唱のタイミングでこう前に出てくるシーンが3人で出てくるのかなっていうのを考えると、これはこれでありなのかなというふうに思いますね。こんな感じのフォーメーションになっておりますけども、今後ね、それこそどんどん新しい情報出てくると思うんでね、まあ楽曲解禁なんかもそうですけども、 MV の解禁っていうのがね、個人的に一番楽しみではあるのでね、それちょっと今回どんな感じの MV になってるのかっていうところですよね。日向坂46らしいね、なんだろう、ハッピーオーラっていうのがまた出てるような MV になってるのかなと予想するんですけどね、まあその辺も含めて楽しみだなというふうに思いますね。はい、というわけで今回は、日向坂463枚目のシングル、フォーメーションが決定したよという動画でございました。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも、まちでした。